放送前の予告編を見ただけで、視聴者は興奮を抑えきれません。私たちの物語は、日本の放送史上最も熱い番組と評される、サンピープル一枚ニュート砂時計の舞台裏から始まります。この番組は7月23日火曜日の夜9時から放送される特番で、期待に胸膨らませたファンたちが待ち望む瞬間です。主役は、今をときめく人気アイドル兼俳優の平野翔と、 コメディアン兼女優の渡辺直美二人の MC は初共演でありその新鮮な組み合わせがすでに話題を呼んでいますこの番組の魅力はただ一つの審査基準もう一度見たいかどうかに集約されています参加するのはさまざまなジャンルから選ばれた20組のパフォーマーたち彼らは3人以内のグループで1分以内に最高のパフォーマンスを披露しなければなりません この短い時間の中で、どれだけのインパクトを与えることができるのか。これはまさにパフォーマンスの真髄を試す舞台です。放送前の予告編を見ただけで、視聴者は興奮を抑えきれません。平野翔と渡辺直美の MC に対する期待はもちろんのこと、多種多様なパフォーマンスが一堂に会することへの期待も高まっています。予告編には、ダンス、マジック、 アクロバット、音楽パフォーマンスなど、ジャンルを超えた驚きと感動の瞬間が詰め込まれていました。視聴者の反応は、もう予告だけでワクワクが止まらない。どんなパフォーマンスが見られるのか楽しみ。という声が SNS 上にあふれています。では、この番組の背景にはどんなストーリーがあるのでしょうか。制作人はどのようにしてこの企画を練り上げたのか。その過程を探ると、 視聴者がどれほどこの番組に引き込まれるかが分かります制作チームは平野翔と渡辺直美という異色のコンビを中心に据えることで視聴者の心をつかむ狙いがありました2人のキャラクターは全く異なりますがその対照的な魅力が化学反応を起こし新たなエンターテインメントの形を生み出すことが期待されていますまた参加するパフォーマーたちの選考も厳密に行われました 数百組の応募者の中から選ばれた20組はそれぞれが独自の才能を持ちその1分間で観客を魅了することを目指しています選考過程では技術だけでなく創造性やエンターテインメント性も重視されましたこれは視聴者がもう一度見たいと思う瞬間を生み出すために不可欠な要素ですこのようにサンピープル一枚ニュート砂時計は 視聴者に新たなエンターテインメント体験を提供するために細部にまでこだわって制作されています番組が放送される夜視聴者はテレビの前で手に汗握ることでしょう1分という短い時間の中で繰り広げられるパフォーマンスの数々はきっと彼らの期待を裏切らないでしょうさてこの番組がどのようにして成功するかその鍵はどこにあるのでしょうか一つのポイントは MC の二人がどれだけ視聴者を引き込むことができるかです。平野翔は、その端正な容姿とカリスマ性で若い世代を中心に絶大な人気を誇っています。一方、渡辺直美は、そのユーモアと親しみやすさで幅広い世代から支持されています。この二人がどのようにして番組を盛り上げ、視聴者を楽しませるかが、成功の大きな要因となるでしょう。さらに、 参加するパフォーマーたちの努力と情熱も見逃せません。彼らはこの1分間のために、長い時間をかけて準備を重ねてきました。舞台裏では、練習に練習を重ね、最高のパフォーマンスを披露するための努力が続けられています。その姿を見れば、視聴者も自然と彼らを応援したくなるでしょう。また、この番組が持つもう一つの魅力は、視聴者参加型であることです。 放送中にリアルタイムで視聴者がコメントを送ったり、投票に参加したりすることができます。これにより、視聴者はただ見るだけでなく、番組の一部として参加することができるのです。このインタラクティブな要素が、視聴者の興味を引き、番組をさらに盛り上げるでしょう。そして、この番組が持つ意義についても考えてみましょう。エンターテインメントの世界では、 新しい才能が次々と登場し競争が激化していますそんな中でこの番組は新しい才能を発掘し彼らにスポットライトを当てる場を提供していますこれはパフォーマーたちにとっても視聴者にとっても大きな意味を持つことだ最後に視聴者へのメッセージとしてこの番組がもたらす楽しさと感動を伝えたいと思います 平野翔と渡辺直美という最強の MC コンビ、そして20組のパフォーマーたちが繰り広げる1分間の奇跡。これらが一体となり、視聴者に忘れられない夜を提供することでしょう。さあ、7月23日の夜9時、テレビの前でその瞬間を見逃さないようにしましょう。この番組が成功するかどうかは、視聴者の皆さんの反応にかかっています。放送を見て、 感動や驚きを感じたらぜひ SNS や友人たちとシェアしてくださいそしてあなた自身ももう一度見たいと思う瞬間を見つけてくださいその瞬間がこの番組の真の価値を証明するのです放送が終了した後その反響がどれほど大きなものになるかも楽しみです視聴者の声が SNS やブログを通じて広まり番組の話題がさらに盛り上がることは間違いありません 番組が提供する1分間のパフォーマンスは、短いながらも視聴者の心に深く刻まれることでしょう。人々はそのパフォーマンスの記憶を友人や家族と共有し、語り継ぐことでしょう。これにより、サンピープル一枚ニュート砂時計は一夜限りのエンターテインメント以上のものとなり、長く人々の記憶に残るものとなるでしょう。この番組の成功は、 エンンンターテインメント業界全体に対しても大きなインパクトを与えるでしょうこれまでの常識を覆すような新しいフォーマットが注目され他の制作会社や放送局も新しい企画を考えるきっかけとなるかもしれません短時間で視聴者を魅了するパフォーマンスというコンセプトは現代の視聴者のライフスタイルに非常にマッチしています忙しい日常の中で 短い時間でも楽しめるエンターテインメントは大いに歓迎されるでしょう。さらに、この番組が新しい才能を発掘する場となることで、パフォーマーたちにとっても大きなチャンスが広がります。この番組をきっかけにブレイクするパフォーマーが現れれば、彼らの未来は一気に明けることでしょう。視聴者は、番組を通じてその瞬間を見守り、一緒に成長する喜びを感じることができます。また、 この番組の成功を通じて、エンターテインメント業界全体が活性化することも期待されます。新しいアイデアやコンセプトが次々と生まれ、視聴者に対してより多様で質の高いコンテンツが提供されるでしょう。視聴者の期待に応えるために、制作チームやパフォーマーたちは常に創意工夫を凝らし、より良いパフォーマンスを追求していくことが求められます。放送当日、 視聴者は家族や友人と一緒にテレビの前で過ごすことが増えるでしょう。共に笑い、驚き、感動することで、絆が深まる瞬間が訪れるのです。特に子供たちにとっては、短い時間でも心に残るパフォーマンスを目の当たりにすることで、新たな夢や目標が生まれるかもしれません。大人たちも、日常の忙しさを忘れて純粋に楽しむ時間を過ごすことができるでしょう。最後に、 視聴者の皆さんにお伝えしたいことがあります。それは、この番組を通じて感じたことを大切にし、日常の中で少しでも生かしていただきたいということです。エンターテインメントは単なる娯楽ではなく、私たちに新しい視点や感動を与えてくれるものです。それを受け取ることで、私たちの生活はより豊かで彩りのあるものになるのです。次回の放送を楽しみにしながら、 日常の中でもその感動を忘れずに過ごしてください。そして、また新しい驚きと感動を共有する日を楽しみに待ちましょう。